どうも、くにです。皆さん、お久しぶりです。2月上旬のですね、北海道の網走観光、これが2月上旬に、行ったんですけども、今現在ね、5月の上旬、ゴールデンウィーク最中になるんですけども、3ヶ月ぶりのね、動画更新になります。ちょっとですね、仕様でごたごたなってまして、久しぶりの動画になるんですけども、今現在私がいるところはですね、茨城県の水戸駅の北側にありますね、ひたちなか市というところの勝田駅の東口のところに今来ております。今回のね動画の内容なんですけども、サムネイルの通りここからですね、ひたちなか海浜鉄道というのをね乗りまして、阿字ヶ浦駅という終点の駅に行きまして、そこの最寄りにありますねお寿司屋さんがやってる民宿、ここがねかなりいい内容になっておりますので、そこをですね皆さんにご紹介していこうかなと思っております。今現在ですね11時ちょっと前になるんですけども、ここの近くにですね、水戸と言いましたらね、スタミナラーメン、このスタミナラーメンの発祥のお店がね、ここの駅から近くというところにございますので、そこでお昼を食べていこうかなと思っております。水戸のねスタミナラーメンと言いましたらね、松五郎が有名かと思うんですけども、いやそれじゃないみたいなんですよね。インターネットでね調べた内容なんですけども、水戸松五郎がスタミナラーメンの総本家を名乗っているが、その発祥はここ大進という、大きな進むと書いて大進って呼ぶんかな、であると。ここのオーナーが創業当時にあんかけラーメンを考案し、後に松五郎と玄海玄人の海と書いて玄海ですねを立ち上げるとなる、亡くなった永井氏がですね、それを現在のスタミナラーメンの原型と昇華させた。その当時豚の部位の中でも廃棄するのが通例だったレバーを使うこととしたが、それは学生さんたちに安く食べてもらいたいという思いからだったという。ここ大進は昭和54年に現店主の川崎氏が居抜きで経営を引き継いだと。もちろんスタミナラーメンも提供するんですけども、現在では昭和58年頃にスタミナラーメンをベースにまかないとして食べていたものを発展させた川崎市のオリジナルメニュー、焼肉冷やしがここの看板メニューとなっていると、そういう内容になってるみたいですね。この大進さん、今現在ね11時ちょっと前で、オープンが11時30分になりますので、ここでねお昼食べていこうかなと思います。それではね、まずお店の方向かいたいと思います。はい、お店の方に来ましたので、まずお店の外観ご紹介しようと思います。こちらになります。はい、こちらがねラーメン大進さんになりますね。それではねお店の中入りまして、ラーメン食べに行こうと思います。食べてきました。いやー、ファーストインパクト、並盛りなのに超大盛りっていうね、いやーすごい、お腹パンパンですよ。通常はねお肉はレバーを使ってるんですけども、レバーじゃなくてね豚の唐揚げをね入ってるという形なので、麺もボリュームあって、お肉もたくさん入って、あとねあのわかめがねいいアクセントになってたね。わかめが入ってることによってね、かなりさっぱりいただけることができます。いやー美味しかったわ。皆さんね、まだ来たことがない方はですね、ぜひ行ってみてください。美味しかったです。駅の看板、面白いデザインですね。
阿字ヶ浦駅に着きました。この後ろのね、機動車見てくださいよ。この機動車がですね、ご神体らしいんですよね。このね、機動車が神様になってる神社、それがね、阿字ヶ浦駅のね、もう中にねあるんですよ。で、目の前にほら線路を使った鳥居がね、はい、こんな感じであって、後ろにご神体の機動車があるような、はい、こんな感じになってますね。面白いですね。なんか日本初らしいですよ。電車好きの方はね、一度ねここ来て見てみてください。いやー、なんか面白いですね。ここからですね、今日の宿泊先はね、もう歩いて5分ぐらいかな、はい、そのぐらいのところにあるんですけども、現在ね14時午後の2時でして、まあチェックインはね15時午後の3時になってますので、あと1時間ぐらいねちょっと時間あるんですね。なのでここからですね、もう一個珍しい神社があるということなので、そちらの方ね行ってみようと思います。なんかねピッカピカらしいっすよ。ちょっと面白そうっすね。行ってみます。その面白い神社なんですけども、目の前の阿字ヶ浦駅、そちらからですね、ここ、はい、目の前、この道のねずっと奥の突き当たりにあるこの神社になります。ここから見るとね、まあ普通の神社だなって思うんですけど、行ってみましょう。はい、着きました。堀出神社というみたいなんですけども、この赤い上りを見ますとね、ほら星芋神社って書いてあるんですよね。堀出神社で星芋神社って、なんか神社の名前が2個あるような形で、ちょっと何なんだろうな。こっちですね、なんか入り口は。行ってみましょう。おお、すごいぞ。金色の鳥居がいっぱい。そしてなんかビッグスクーターだね。はい、三輪車。いやー、ゴールドカラーのバイクが1台止まってますね。ここはね、干し芋が名産っていうことなので、それにちなんでということで、なんか干し芋の神社、はい、こんなのがあるみたいです。すごい絵馬がね、干し芋の形になってますよ。いやー面白い。すごい真っキンキンな鳥居です。上にほら書いてありますね、干し芋神社。すげー真っキンキンな鳥居だな。なんかいやらしいっすねこれ。なんかこの木はですね、陰陽の神木、ご神木らしいです。ますますわかんなくなってきました。これがご神木らしいですよ。なんでここに金と銀のね、玉があるんですかね。いやー全然わかんねえっす。そして神社の左手側、こちら行きますとね、休憩所がございます。なんかね、ここに干し芋自販機と書いてありますね。干し芋が買えるみたいです。ここにね、ご神木のね詳細が記載されておりました。ここに書いてある通り、男女の性器が向き合ってる珍しいご神木だそうです。いやーびっくりです。左手側のこちらがね、穴があるので女性、こちらがね男性っていうことですね。はい、干し芋買いました。これはですね、宿泊先の夜のデザートとしてね、これをねその時に皆さんにお披露目しようと思います。はい、今日の宿泊のお宿来ましたのでご紹介します。こちらになります。
民宿寿司処クロセさんになります。1階がお寿司屋さんで2階がね民宿みたいな、そんな感じになってるんですね。お寿司屋さんの民宿なので夕飯朝食楽しみですね。それではチェックインしてこようと思います。入り口はねこちらみたいですね。はい、民宿の玄関こちらですと。はい、じゃあチェックインしてきます。はい、今回のお部屋はですねこの308号室になります。それではお部屋レビューやっていこうと思います。はい、入りましたよ。はい、中はですねこんな感じに、はい、なっております。いや綺麗なね建物ですね。お部屋の広さはですね下の畳を見ますと 1,2,3,4,5,6,7 と半分なので 7.5 畳ですね。こんな感じに、やっぱ綺麗ですね。はい、いいお部屋だと思います。お部屋の入り口はですねこんな感じになってまして、左側の棚はですねお布団が入ってる棚になってる感じです。でこちらに、はい、窓がありまして、でエアコンがあって、奥側に、はい、また窓があるような感じで、テレビと、はい、金庫ですね。そしてここにハンガー、まあ洋服引っ掛けるとこですね。で下にこれは浴衣ですね。浴衣と、あとこちらにフェイスタオルと、あと歯ブラシですねが置いてあります。下はね枕カバーと敷毛布ですかね。はい、金庫はあったんですけども鍵がないのでこの金庫は使えない感じですね。入り口にティッシュとゴミ箱と消毒液ですね、はい、がありまして、でこちらのテーブルにはポットとお茶関連のものが置いてあるような感じです。しかし畳がねめちゃくちゃピッカピカなんですよ。いやーこれは気持ちいいっすね。いやー畳好きにはたまらない。うん、はい、これはですねチェックインした時にもらった用紙2枚なんですけども、まず上の方はですね夕飯の時にですねお寿司8貫をね自由にまあ選ぶことができるということで、まあここのね左端に記載されているネタ、これをね8貫選ぶことが可能です。同じね、種類の具材、それはですね最大2つまでということになってるみたいです。そしてこの下なんですけども、近くにねこののぞみという、はい、スーパー銭湯があるんですけども、その割引券になります。通常はね大人900円らしいんですけども、300円引きの、はい、600円という形で割引券になってます。それをいただきました。今日のね夜はこののぞみさんで入っていこうと思います。ここにもですねまあ入浴するお風呂あるんですけども、それはですね明日の朝に紹介をする形でまあ入っていこうかなと、はい、思っております。チェックインした際にもらったもの2枚の紹介でした。それではね外の景色どんな感じに見えるのか、はい、ご紹介していこうと思います。それでは開けてみます。はい、窓からのね外の景色はこんな感じになっております。もう目の前はまあ一般のねお家ですね。ここの森の中に、はい、先ほど行ったところのね干芋神社が、はい、目の前にあります。そして左手側のねここからもう見えないんですけども、この真正面の奥の方ですね、はい、こちらに阿字ヶ浦駅が、はい、あります。もう歩いてね5分ぐらいです。めちゃくちゃ近いところです。それではですねもう一つの窓の先のね、景色どうなってるのか開けます。はい、こんな感じに、はい、なっております。周りは住宅街と、まあ、畑ですね。のどかな景色です。はい、民宿の隣のねこの砂利中なんですけども、この民宿の駐車場になってます。はい、ここにね看板がございまして、黒瀬駐車場民宿黒瀬寿司と看板がありますので、非常にわかりやすいですね。はい、それではですねこれから先ほど割引券でご紹介しましたのぞみさんスーパー銭湯ですね、そちらに行ってこようと思います。まあさすがにね中の方はご紹介できないんですけども、まあ外観ぐらいはね、皆さんにご紹介できるかと思いますので、はい、これから行ってきます。
はい、銭湯ののぞみさん目の前まで来ましたんで、外観ご紹介しようと思います。こちらになります。はい、こちらがですね、銭湯ののぞみさんの外観になります。お城みたいな感じなんですよね。過去にもですね、私こう来たことあるんですけども、まあ大浴場がねかなり広くて、はい、ご飯も食べれるとこです。はい、結構ねいいとこなんですよね。でここののぞみさんのね、もう目の前はね、はい、阿字ヶ浦の海水浴場になっております。いいとこですよここ。はい、入ってきました。いやー、温泉気持ちよかったっすよ。かなりね、とろっとしたね、温泉でしたね。かなり良かったです。まだ来たことない方はですね、ぜひここ来てみてください。気持ちいいっすよ。それではですね、民宿の方に戻ってね、夕飯の方食べていこうかなと。はい、そして皆さんにご紹介しようかなと思います。それでは戻ります。はい、部屋に戻りましたらね、夕飯、部屋食になります。こちらになります。はい。こちらがですね、夕飯の部屋食になります。船盛りがついて、お寿司がついて、焼き魚、揚げ物、ポテトサラダ、あとは酢の物にデザートのリンゴ、そして味噌汁とご飯。ご飯もこちらにおひつが、はい、ございます。このボリューム、すごくないですか？はい、こちらがですね、私が昼間に注文したお寿司になります。お寿司屋さんの民宿なので、お寿司ですよ。うまそうですね。はい、こちらがマグロで、こちらが中トロ、アジと、あとタイと、あと貝ですね。それとカンパチです。そして、お一人だけの、はい、船盛りになりますよ。お一人様船盛り。いやー、いいですね。贅沢ですね。はい、ウニが乗ってて、はい、こちらにカツオ、そしてタコと、あとイカが乗ってまして、あとここにアワビですかね。はい、あとカニですね。うわー、すごい豪華ですよ、これ。こちらが焼き魚ですね。そしてこちらにエビフライですね。はい。そして中心には小鉢3つですね。そして豆腐とわかめのお味噌汁に、はい、デザートのリンゴになります。それでは、いただきまーす。それじゃ、まずは、お寿司のね、マグロですよ。赤身。ほら、赤身ですよ。うまそうだね。すごい色味も良くて、めっちゃ熱いんすよ。いやー、いいね。いただきます。おいしい。お寿司屋さんのお寿司、間違いない。そして、こちらが、中トロですよ。いやー、脂乗って、売ってるねーこれ。いただきます。うますぎる。いやー、おいしい。シャリもね、ご飯一粒一粒しっかりしてる。お寿司屋さんのね、シャリだ。うわー、うまいシャリが。それではお次はこれいっちゃいましょうかね。アワビですよ、アワビ。いやー、たまんねえなー。それではアワビいただきます。コリコリ。ご飯いただきます。おいしい。じゃあ、お寿司屋さんとは関係ないポテトサラダいただきます。ポテサラうまい。おいしい。優しい味。皆さん、ここはですね、部屋食で、そしてお寿司が食べれて、そしてね、船盛りのね、お刺身の盛り合わせ、これが一人で
船盛り、こういうのもね、できるお店です。なかなかね、こういうお店はね、ないと思いますので、いやー、いいですよ、ここ。今回私はね、一人で宿泊っていう形で来てるんですけども、まあ、二人とか三人とかでもね、ここは宿泊できますので、ぜひ、ここ来てみてください。いやー、お寿司、お刺身、ポテサラ、最高。はい。お布団で自分で敷きました。今現在の時間はですね、こちら、22時30分なので、今日はね、もう寝ようと思います。それでは皆さん、おやすみなさい。それではまた明日。おはようございます。今、6時13分です。これから、サブロ入ってこようと思いますので、お風呂紹介しようと思います。その後はね、朝食食べようかなと思ってまして、それ食べ終わりましたら、チェックアウトですね。はい。はい。朝の部屋からの外の景色ですね。こんな感じになっております。いやー、のどかでいいね。はい。お風呂場の方に来ました。目の前にあるのが、まあ、お風呂場の入る入り口のドアですね。で、入ってすぐに、ここに洗面所があります。ドライヤーとかもここにありますね。あと、綿棒と、あと、アルコールの消毒液。あと、キレイキレイと、あと、石鹸ですね。はい。手を洗う石鹸ですね。そして、左手側、奥の方行きますと、ここは脱衣所なので、まあ、洋服置くための棚。それではね、浴室の方、ご紹介しようと思います。それでは、入ってきます。浴室の方はですね、こんな感じになっております。とても綺麗ですね。はい。洗い場は3箇所、はい、ある形になってます。こっちに桶ですね。はい。置いてありまして、あとここにアメニティですね。こちらがね、アメニティになります。ボディーソープのダブ、エッセンシャルのシャンプーと同じくエッセンシャルのコンディショナーという形で3点セット。はい、ございます。髭剃りはね、ここでは支給されなかったので、まあ男性の方で髭剃りされたい方はですね、持参するような形で持ってくる方がいいかと思います。浴槽の方はですね、かなり大きいです。一般的なご家庭の浴槽の、まあ大体2倍ぐらいですかね。はい、あるような形の、はい、浴槽になります。それではね、朝風呂入っていこうと思います。はい。お風呂入ってきました。いやー、さっぱりして気持ちよかった。それで、目の前にありますのはね、今日の朝食になります。こちらです。はい。こちらが朝食の内容になります。今日もね、ご飯が、オフィスにたくさん入ってますよ。いやー、すごいわ、この量。まず最初に、手前の方から行きましょうかね。はい、まずは、お味噌汁。こちらがですね、青のりと、あとネギと、あと下にね、お豆腐が入ってますね。はい。そんな感じのお味噌汁でして、お漬物、きゅうりと、あと梅干し、白菜ですね。はい。そんな感じになります。お茶碗ですね。そして、地にひじき。はい。ですね。納豆がありまして、こちらにお豆腐、すじこですね。目玉焼きがついて、サバの、はい、焼き物ですね。そして、味付け海苔と、こんな感じのメニューになってます。いやー、品数豊富ですよ。それでは、いただきます。はい。昨日ね、買ったこの、干し芋神社で買った干し芋。昨日の夜にね、レビューしなかったので、今から開封して、どんな味なのか食べてみようかなと、はい、思います。開封した状態です。近くで見るとね、こんな感じに、はい、なりますね。触った感じはね、もう結構、べっとりしてるような、はい、感じです。そんなパサパサしてるような感じはないですね。うん、結構弾力があって、粘り気のあるような、はい、白物です。それじゃあね、ちょっとこれ、いただいてみます。それでは、いただきます。うん。かなり弾力が、うん、ありますね。甘さはね、かなり控えめです。うん。粘りが結構ありますね。
いろんなね、干し芋食べたことがないので、ちょっと比較はできないんですけども、まあ甘さ控えめな干し芋、まあそんな感じです。まあとびっきり美味しいっていう、そういうのはないですけど、うん。まあ普通に美味しいです。うん。うん。お世話になりました。いい民宿だったです。はい、これでですね、今回の動画は以上となります。今回の動画、皆さんいかがだったでしょうか。今回はですね、お寿司屋さんがやってる民宿ということで、まあ料理がねメインとした民宿っていうね内容だったんですけども、ホテルに比べますと食事以外のものはねちょっと見劣りしてしまうんですけども、海沿い近くのね民宿なので、まあ料理は確かに美味しかったです。まあ料理メインとしてね、ここ来てみたいなって思ってらっしゃる方はですね、ぜひともね来てみてください。今回ね宿泊した金額においてはですね、下の概要欄の方に掲載しておきます。金額においてはですね、そちらをご覧になってください。それではね、今回の動画は以上となります。今回の動画がね参考になったと思いましたらね、グッドボタン、高評価、それとね下にありますチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。それではね、次回の動画でお会いしましょう。それではまた、バイバーイ。